あなたは孤独を感じることありますか？今日は孤独対策についてです。今月8日、孤独や孤立の実態把握のため、政府が初めて行った全国調査の結果が公表されました。16歳以上の男女にどの程度孤独だと感じるかを尋ねたところ、しばしばある、常にあると答えた人の割合、30代で最も高く、次に20代が高いという結果でした。またこうしたその孤独だと感じることがしばしばある、常にあると答えた人の 54% が5年以上と回答している。問題が長期間継続する傾向がうかがえました。で、政府はこの結果を孤独・孤立問題の対策に役立てていきたいとしています。社会でこうした孤独対策が望まれる背景には何があるのか、どういった対策が求められるのか、今日は考えます。話を伺うのは NPO あなたの居場所理事長の大空幸喜さんです。大空さんは今回の調査にも関わっていらっしゃって、かねてから孤独・孤立対策担当大臣の設置を含めた孤独対策の必要性を訴えてきました。NPO の活動としては2020年3月にインターネットを利用した365日24時間対応、匿名のチャット相談窓口を開設して、およそ28万件以上の相談に寄り添っていらっしゃいます。大空さん、今夜はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず今回の調査についてなんですけれども、回答数を見ますと、60代や70代の人からの回答が20代や30代のおよそ2倍以上と多かったんですけれども、孤独を感じると答えた方の割合は30代が最も多くて、続いて20代というふうに、若い世代がより孤独を感じているということが分かったんですね。さらには孤独を感じる期間が5年以上続くといった問題が長期化していることも明らかになりました。大空さんはこの調査結果を見てどういうふうにお感じになりましたか？やはりその孤独死とかですね、孤立死といったことがこれまで言われてきてですね、これらの問題っていうのはどこかこう高齢者の方の問題だろうと、そういう一般的なイメージがあったと思うんですね。ただ今回この調査をしてみた結果、最も孤独感が高かったのは20代、それから30代ということになりますから、若年層が一番孤独を感じている層であるということが分かった。これまで高齢者の問題とされてきたわけですから、必然的にですね、若年層に向けた孤独や孤立対策っていうのは何も対策講じられてこなかったわけですね。これからこうした結果をもとに、若年層に向けた孤独対策が必要ということになるんだろうと思います。一つですね、たぬきねいりさん、そして、太郎之助さんから同じ質問がツイッターで寄せられていまして、何をもって孤独なのか、何が定義なんだということなんですが、孤独といってもいろいろあると思うんですけれども、ここで言うのはどういうことなんでしょう？ですね、まず孤独と孤立の違いを話さなきゃいけないと思うんですが、孤独というのは主観的な概念で、孤立というのは客観的な概念とされています。なるほど。すなわち、まず孤立というのは家族やコミュニティとの接触がほとんどない状態を言うんですね。で、孤独というのはその周りに人がいるとかいない、これは全く関係がないわけです。よくですね、孤立ということ言われるんですけれども、皆さんこう子どもたちに想像していただきたいんですが、子ども多くの場合は家庭があって学校がありますね。すなわちその孤独を感じ、孤立はしていないんですね。だけれどもですね、そこにいる人たち、周りの人たちに自分の悩みを話せないと、こうしたものは孤独になるということになります。で、今回の調査ではですね、あなたは孤独を感じますかっていうような直接的な質問もしたんですが、間接的な質問、すなわち孤独ですかとは聞かずにですね、どういうような人付き合いを普段してますか、どれぐらいの人付き合いを頻度してますかとかですね、そういう客観的間接的にですね、把握可能な指標を使って、これは国際的にその指標を使って何点以上孤独とかっていうものがあるもんですから、そういう国際的な定義にのっとって調査をしたということになります。ムニム2020さんのツイートでは、どういうこと、親いるでしょうっていうふうにつぶやいていて、つまり周りに人がいるかどうかっていうようなことではなくて、その自分自身がどう
感じているかっていうことがまあポイントなんだということなわけですよね。でその孤独を感じる期間が5年以上続く、問題が長期化する人が多い、いる、このことについてはどう捉えてますか？孤独っていうのはですね、誰もが人生のどうかのタイミングで必ず感じるものというふうに言われているんですね。ですからその重症化しているか否かっていうのは持続期間で見ていきます、はい、で持続期間っていうのはですね、まさに今回の場合はまあ、5年以上ですね、孤独を感じている人がいるとかっていうことがまあ分かったということになるんですけれども、人とのつながりというものはこうすぐに生まれるわけではないんですね、はい、で今回ですね、まあ、5年以上ということですけれども、そのうちのですね、大体半分ぐらいはもうコロナ禍なんですね、うん、すなわちまあこのコロナ禍で人とのつながりというものをこう維持していくのが非常に難しくなってしまっていて、それによって、まあ、孤独が長期化してしまっているという現状はあると思いますね。人とのつながりが薄くなって悩みを話せる人がいないということが大きな問題だというふうに先ほどご指摘いただきましたけれども、実際に大空さんが理事を務めていらっしゃる NPO の相談窓口、どういう相談が寄せられていますか？私たち今1日1200から300人ぐらいの方々相談に来られてますけれども、はい、まあ、7割ぐらいが、29歳以下の若年層になるんですね。で例えばまさにこれこの4月からですね、対面授業になってきたという大学も多いんですけれども、依然としてリモート授業も多かったりしてですね、こう上京してきて一人で暮らしていてですね、もうずっとリモート授業で友達を作る機会がなくて、そして何もしてなくても涙が出るといったものからですね、本当にその将来について漠然とした不安を感じていたりとか、そういう相談がやはり多いなという感じですね。その他学生じゃなく社会人の方もいらっしゃいますよね。そうですね、社会人の方からの相談ももちろん ありますけれども、それは例えば子育て中の方々からですね、育児家事のこうダブルストレスで大変苦しいんだとかっていうことであったりとか、やはりその社会的なつながり、人間関係をですね、こう新たなつながりを作っていくっていうことが難しくなってしまっているので、そういう悩みを抱えるときに誰にも相談できなくて、やっぱり一人でこう苦しいというようなものは多いですね。コロナで経済的に追い込まれてさらに悩むっていうこともあるんじゃないですか？経済的な相談というのはですね、もちろんあることにはあるんですが、はい、その人として非常に少なくてですね、現状はですね、やはりその経済的な不安というのは基本的にこれリーマンショックの時もそうだったんですが、パンデミックの後にですね起きてくるわけで、今も一部もちろんその、なかなか転職が難しくなっていたりとかですね、お金がないという相談はありますけれども、やはりそうしたものと合わせてもう本当に人間関係の悩みであったりとか、この新たなつながりを作れないということでこうどんどん苦しくなっていくという人たちからの相談がほとんどですね。ポテト外交さんからのツイート、この方も30代なんですが、コロナ禍始まって孤独になったなという実感ありますよ。遠くにいる友達に会いづらくなった、実家にも帰りづらくなった、食事会や飲み会もなくなったということなんですが、こうしたその声、そして大空さんたちの元に寄せられる相談などからどんなことが見えますか？我々この相談のデータというのを日々分析はしているんですね、はい、で日々分析をしている中で見えてくるのはですね、例えばその緊急事態宣言というのが、これまで何度か出ていますけれども、その緊急事態宣言というのが出るたびにですね、こう自ら死にたいというような言葉を含んだ相談が増えているんですね。宣言のたびに増えてきている。これはですね、自殺の原因というのは複合的かつ連鎖的ですから、1個ではない、複数の要因がまさにその宣言とかが出てつながりを失われていくということによって、どん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 積み重なっていって、そして自ら命を絶ちたいんだというぐらいまで追い詰められてきたと、そういう影響というのは今でも続いているということかなと思いますね。石川さん、その若い人たちがこうしてその追い詰められてしまっているという現状があるということなんですね。そうですね、
なんか若い時っていうのは自分のことを考えてもですね、今考えるとなんであんなくだらないことを悩んでしまったんだとかですね、もしかしたら相談する人がいたらですね、すぐ出口が見つかったのにというようなこともあると思うんですけど、ただ大西さん20代30代というとですね、私なんかよりもはるかにSNS やですねオンラインのツールなんかでですね、人とのつながりっていうのをできるような世代のようにも思うんですけども、このネットで周りに相談する人がいなくてもネットでですね誰かに悩みを打ち明けたり解決策に導いてもらうとか、そういうことはできないんでしょうか。SNS っていうのは確かにそのコミュニケーションのツールですから、この SNS が発達をしてきた中でコミュニケーション量という意味では18世紀とか19世紀に比べると間違いなく増えていたはずなんですね、はい、でコミュニケーション量っていうのは、ある種こう人とのつながりの代理変数みたいなもので、コミュニケーション量が増えれば人とのつながりというのは必然的に増えていくはずなんですけれども、そうなっていない。これはですね、量ではないということなんですね。結局これまでそのつながりの量、例えばその支援者を増やしていこうとかですね、相談窓口を拡充していこうという議論はたくさんされてきたんですが、質の部分についてはなかなか着目をされてこなかった、はい、これいわゆるマッチングというか相性なんですけれども、その周りに人がいてもそれは親であってもですね、なかなか相談できないということは当然起こっているんですね、はい、だけれども親がいるんだったら孤立してないから、大丈夫であろうというようなことでこれまで対策というのは進められてきた。やっぱりその客観的に把握可能な状態ではなくて、その主観的にですね孤独を感じているか否か、でその人が、相性がいいなとかですね、この人なら頼れるなと話せるなと思うような人、もしくはコミュニティとつないでいくっていう、これまでとは全く別の視点から支援に取り組んでいかなきゃいけない、今そういう状況だと思いますね。量ではなくてむしろ質なんだと。それは SNS のコミュニケーションではそういったつながりは作れないということなんですか。いえ、そうでは決してありません。我々もチャット相談 SNS 相談窓口なんですね、結局その SNS チャット相談の中でもですね、当然そういうつながりは作れるんだけれども、やっぱりそのチャット SNS で一見してつながっているように見えても、その中で例えば誹謗中傷の問題があったりとかですね、やはりその顔が見えない、声が聞こえない、その分ですね、本来の対面であればなかなか言いづらいことも言えてしまう、それがいい人も悪い人もいるということで、一概にその量だけを求めてきたこれまでのあり方ではなくて、うまくそこは SNS であったり対面であったりとかということを組み合わせていく支援というのが今後必要だろうという議論をそろそろ始めなきゃいけないのではないかなということですね。つまりその今 SNS でたくさんの人とつながっているけれども、逆に言うとそれは今おっしゃったようなその誹謗中傷みたいなものを受けてしまうようなこうリスクっていうのもある、だから誰に対してもこう自分のそういうこう弱い部分っていうのをこう気軽にさらけ出すっていうわけにもいかない、だからこそ質が大事だということになると、これ今後どうしていくべきだというお考えですか。ですね、やはりこれまでそのとにかく人を増やしていく、量を増やしていくということをやってきました、はい、でそうではなくて、やっぱり今いる人たち、例えばスクールカウンセラーさんとかっていうのはこの30年間ぐらいでものすごい数増えてきたんですね、はい、ただそうしたスクールカウンセラーさんや先生、周りの人には頼れないっていう、特に子ども若者の人からの相談は非常に多いわけです、で、こういうのを頼ることが恥ずかしいとかですね、頼ることが負けだみたいなことをスティグマっていうふうに言いますけれども、このスティグマ、生まれたばかりのおぎゃおぎゃって言ったら赤ん坊の頃からあるわけではないんですよね。やはりその教育の段階で男は泣くなみたいな、そういう一言がですねこのスティグマを強化してきてますから、やはりその最初のその教育段階の中においてスティグマっていうものを排除していくと、実際我々もですね、徳島市なんかと連携をしながら孤独予防教育プログラムというのをやっているんですね、これまさに自分自身の孤独、それから周りの人の孤独にも対処できるようになりましょうというプログラムなんです。予防ですね。予防ですね。こういうものを積極的にやっていくということが非常に重要かなとは思いますね。一つ相談が寄せられています。ひとももさん、
血のつながった一番近い人たちと本来ならくつろげる家にいるのに、自分はその人たちの中に入っていけない。思えば小学生の頃から孤立してた。一人暮らしで一人きりも寂しいけど、周りにたくさんの人がいても一人きりは本当につらい、というメッセージ。こういう人もいるんですね、大空さん。そうですね、その方は孤立はしてないんですね、うんうん、孤立してたってありますけど、孤立はしてないんですね。周りに人がいたわけですけれども、まさにここが問題で、孤立はしてないんだけれども、おっしゃっていただいたように周りの人には話せずに孤独を感じていたということなんだと思うんです、はい、ですからその周りに人がいそうな人、例えばその芸能人の方の、まあ、自死という問題もありますけれども、一見すると幸せそう、周りに人がいっぱいいそうだっていう人でもですね、一人で悩み苦しむということはあるわけです。ですからまあ客観的に把握可能な状態ではなくて、個人の主観にフォーカスを当てていく、その孤独を感じているかどうか、頼れる人がいるかどうかということをもう少し着目をした対策のあり方というのが、まあ、今後必要かなと思います。そうしたその相談できる人っていうのが地域であったり身近であったり、そういうところに本当はいるといいんでしょうけどね。そうですね、まあ、民生委員なんていう仕組みもありますけれども、ここもなかなか高齢化している部分もあってですね、まあ、我々その同世代若者同士が支え合う子ども若者民生委員というようなものの創設も今現在提言をしているところですので、どん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 地域の中で気軽につながれる、緩いつながり、これを保てるような仕組みっていうのを作っていく必要があると思います。その民生委員の人たちも若い世代に担ってもらうとか、そういうことですか？そうです、若い人同士でですね、若い人の相談、若い人が応じると、まあ、要はこう不登校で悩んでいる中学生の子とかがですね、こう地域の勲章を持った70歳80歳のおばあちゃんにはなかなか相談はできないわけですね、ただし同世代のちょっと上のですね、同じように不登校の経験をしたことがあるお兄ちゃんお姉ちゃんだったら話せるということは技術的にあるわけですから、やっぱり今の既存の仕組みというのもアップデートしながら、地域の中で緩くつながっていくというような仕組みというのをまあ作らなきゃいけないかなと思いますね、はい、今日は365日24時間チャットに寄せられる相談に寄り添う NPO あなたの居場所理事長の大空幸喜さんに伺いました。大空さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。